自民党は原発政策については、なんか整理が進んだみたいなことを言ってますけども、とんでもない話ですね。これは補填自民党にはそこまでの仕事を国民は国会の選挙で委ねてはいないと私は思っていますので、あまりにも調子に乗ると国民の選挙で失敗してくるのではないでしょうか。正しい歴史を残さなければなりません。その話に受けになりました。いよいよここからはちょっと触りたくなったんですが、私はなぜ埼玉を選んだかというのは、戻ってね、町民にさらにまた被爆をさせたくないからですね、放射能に戦いを挑ませないために埼玉を選んだんですね。そして我々はゼロではないんです。皆さんのところはもうプラスに日々成長しているんですけど、私のところは限りなくゼロから下の方になってしまった。全てにおいて、で無理に今証明を返すとなると、そのところからゼロに向かってみんなで時間とエネルギーを使うようになるんですよ。そんなに寿命を皆さんの前も3倍ももらってきてません。一緒です。むしろ